まずは罠を見つけよう。え、床のあれもなんや。これはわざわざさ、え、あーまあ この写真調べるときと同じシステムか。目線を動かすやつじゃなくて、このフローリングに見せかけてる風ラグ、逆にフローリングにしひん方が自然やけどなただ綺麗なラグ引いてある方がまだそれっぽい。え、まあ、いや、まずこっち調べたいねんけど。まあ、ここからか。これ以外に調べられるもんないの？なさそう。あの座布団しかこれヒットしひんわ。じゃあ座布団か。特に問題はなさそうだが、でもなんかやたら硬そうじゃない？あと下になんかどうせ隠してあるんじゃん。巧妙に罠が仕掛けられている可能性もある。もっと詳しく調べてみよう。あ、これはやっぱりな、やっぱりなブーブークッションってやつか。座るとヘに似た音が出るんだよな。生徒たちの前で放屁させようってわけか。悪質だなまあブーブークッションじゃないかって言えば別に放屁とは思わへんけど、そうはいくかってんだ。こいつは没収っと。いや、まだ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 床が怪しすぎる。まだ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 。いえいえ、もう少し調べてみます。そうですか、わかりました。で、これやろ。あー、順番があるんか。逆に次は床以外はもう調べられへんかな。うん、でも床に何を仕掛けてる。落とし穴じゃないしな。なんやろ。ん？カーペットのこの部分、なんか膨らんでないか？まさかこの下に。え？またブーブークッション？そんなところに？あー、このまま椅子に座ったら足で押されて音が鳴るわけか。なるほど、座布団のがバレても普通にそのまま椅子に腰掛けても鳴るってことね。手の込んだことを。八神さん、もういいんですか？ん？でもさっき3段階あったからな。2つも罠を見抜いたんだ。もう大丈夫だよな、はい、いや、でももう選ばしてくれへん。もう大丈夫です。念のため調べたかったけどな。わかりました。では大丈夫？よっしゃーってなってる。ち、見つけ目。ちくしょう、うまくいくと思ったのにこの子ら何でこう学習してきてるんやろうな。なんか昭和のコメディ、ね、バラエティを見てなんか思いついたんかな。まああとドンキとか行けばこういうの売ってるか、そういうとこで思いつくんかな。授業は問題なく終わったみたいだな。うん、先生お疲れ様です。八神さんも見守りご苦労様です。職員室に向かいましょうか。はあ、これで今次昼休みぐらい。八神さん、私のこと情けないと思いましたか？生徒から何をされてもニコニコしている私を。情けないっていう感情は一個もないよ。ただ怒るときは怒っていいと思うっていう感じかな。もしくは、まあこれも正しいか微妙やけど、私にやるのはいいけど他の人やられて嫌なことをやったらあかんよみたいな、ちゃんと注意っていうところはした方がいいと思うけどな。いえいえ、ご立派だと思います。ただただそう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 なんですよ。あの年頃の子供たちはすぐに大人を舐めたがる。強めに注意してもいいのではないかとも思います。まあ強めじゃないにしても、まあそうか、ちょっとは注意してたんか、優しくっていう意味ではもうちょい強めに注意してもいいんじゃないかなとも思います。ああ、まあそりゃそうか、分かってはいるか。わかります、私もかつては厳格な教師でしたから。ですが怒ることによって生徒たちに恐怖を植え付け従えることは不本意なのです。
いやだから怒り方、ってか怒らんでもいい、注意よ、注意、注意するとき絶対怒らなあかんっていうこともないじゃないですか。会話ですよ。相手は動物じゃないんです。そうだからこそよ、怒りや恐怖といった原始的感情で生徒を教育したくない。うん、怒りや恐怖なしに注意することはできますよ先生。お気持ちはわかりますが、それに私にとって怒りとは危険な感情、まあその辺の人よりかはちょっと扱い注意やな。たとえ小さな火の粉でもあっという間に燃え広がり全てを焼き尽くす地獄の豪華と化してしまう。あ、もう本当に自分の中でも怒りとはそういうものっていう自覚が終わりなんですね。いや苦しいですね。やっぱ怒りって感情は誰しも持ってるけど、その怒りが他の人と比べるととんでもないこう豪華を抱えているのしんどいやろうな。それはわかる。この人の怒りはマジで危険だ。さっきって言わせるほどやもんな、八神さんに。悪役レスラー時代はそんな火薬庫のように危険な私のキャラクターがもてはやされていました。ですがその怒りこそが、業こそが過去の私の過ちを招いたのです。あんな悲劇は二度と起こしてはいけない。なんでプロレスラーはやめられたんですか？もう普通に体力的に限界を感じて引退されたのかな。だから誓ったのです、二度と怒りの感情に支配されまいと。立派な心がけだが、今日の様子じゃ堪忍袋の尾は切れる寸前って感じだった。まあ、彼にとっては一瞬顔を出すけど覗く、それを収めるっていうやり方がいつものルーティーンなんかもしれへんけどな。切れそうっていうわけじゃなくて、もう、これ以上の刺激はまずいが、あーまた来たよ。どうなったらこの子らは満足するん。逆にあいつらまた何、まだ何かする気か。火薬庫に火を放つのは勘弁してくれよ。むどうされました？あの先生、どうかしましたか？いや、はは、お恥ずかしい。私のせいか最近トイレが近くなってしまって。いやいや、恥ずかしいことじゃないですよ。緊張しているのですかね。授業の後は必ずトイレに行きたくなってしまうんです。あ、我慢しひん方がいいですよ。おこれは、え、もう出ちゃった？ちょっと失礼します。あ、大丈夫そう。あ、待ってください。いつも授業の後、高確率でトイレに行くとなると、彼らも知っているってことですね。また、あいつらの罠があるかもしれない。恵比寿先生を追いかけよう。トイレに入ったこもった瞬間、バケツの水、引っ掛けられるとか。あ、こっちじゃないの？今は罠を探すことに集中しよう。この先に男子トイレが。あ、ここか。男子トイレね。男子トイレであるあるのいたずらって何？女子トイレは個室しかないからさ、まあ個室入った瞬間にっていうの。あ、なんかまた黒板消しあるやん。助かった。あいつほんまさ、あいつなんで俺たちより前に先回りしていたのか。うわ、こいつらも様子見に来た。黒板消しだけじゃないんやろうな。先生待ってください。いやでも漏らしたらそれこそ余計にやもんな。それが狙いか。八神さんがチンタラ中を散策してる間に先生が漏らすの待ち。待てって。また不良生徒たちの罠があるかもしれません。調べさせてもらっていいですか。いやもう、いやでもさ、それはいいですが早くしてくださいよ。よし、早いとこ罠がないか探してみよう。これは急いであげないと。でもあれ、あれ、これはちょっと待って、なんか女子トイレじゃない？あれ、もしかして、あ、怪しいな。こっち、いやそっちじゃない、こっちこっちこっち。なんだこれ、ほんま女子トイレなんや。あ、そういうことや。あいつら、くそ、こっち
こっち調べられないです。実はこの中が青いんでしょ。うちよく気づいた中野。これ、なんか女子トイレ。ま、でもさっきの椅子の件と同じでまだ調べるっていうのあるかな。また黒板消しの罠か。トイレを我慢した状態でこんなの食らったら漏らしちまうかもしれないぞ。二度と同じ手に引っかかるな、かってんだよ。でもこれじゃない。これがメインのいたずらじゃない。これでよし、じゃない。さて他にも、そう他にも罠がないか調べてみるか。もう大丈夫そうなら先生に報告しよう。なんかちゃんと焦ってる。うち早くトイレに行かせてあげたいってなんか思ってる。いや、これやろ。これは調べる。ん、この表札、なんか端っこが剥がれてないか。ってこれ紙だぞ。表札の上に貼り付けてあるのか。っていうかここまでこうなんか位置が変わってたら、トイレとしてのね、いつも奥側が男子トイレやのにって思ってたらすぐ気づきそうなもんですけどね。女子トイレじゃないかーい。ああ、ここ男子トイレじゃなくて女子トイレじゃないか。女子トイレの表札の上に印刷した男子トイレの表札を貼り付けていたのか。なんて手の込んだいたずらなんだ。ううー、八神さん、あ、反対の男子トイレの方もう行けます。もう行けるのか気づかれた時を想定してあっちにも仕掛けられてるかもしれへん。恵比寿先生が授業後必ずトイレに行くと分かっててやったな。慌てていたせいでトイレの位置が逆であることにも気がつかなかったか。そこまで焦ることあるかな。いや、まああるか。あるよな。一応確認するもんな、やっぱり男女間違ってないか入るとき。恵比寿先生の心理を完璧に読んでやがる。男子トイレの表札には女子トイレの表札を貼り付けてあるみたいだ。あっちも剥がしておこう。ここは生徒も使うお手洗いじゃないんかな。それやったら他の子たちも巻き添え食らうところやったけどな。よ、これでよしと。さて他にも罠がないか調べてみるか。もう大丈夫そうなら先生に報告しよう。先生の暴行もそろそろ限界みたいだし。あ、でも一応あるやん。でもこれ中は入れるんですか。中は入れない。さすがに大丈夫。でもなんか調べられるならねえ、大丈夫かな。これチンタラしてたらほんまに漏らすっていうエンドある。逆に集音機とかでなんかチェックできひんか。もしくは電波探知機、隠しカメラ。まあ大丈夫そう。反応もなし。うん、まあもういいか。ああこの状態に戻れんのか。でもういいですよ。いや、八神さん、もういいんですか。早くしてもらえると。二つもまだかな。ちょっと待って、まだ。もう少し調べさせて。ごめんやけど、いや、これは、逆にこれ罠か。いや、調べたけど、ない。多分ない。多分な。結構探した。でも、これ以上待たせんのもかわいそう。多分やねんけど。ないよな。いやー、不安、めちゃくちゃ不安。けど探しても見つからんくって。いいよ。いいよ。はい、多分ね、もう大丈夫だと思うんですけど、確率は 50% です。それじゃあちゃんと男子トイレの方行ってくださいよ。あ、大丈夫やった。いや、でも終わってからなんかしてくる。大丈夫？ふう、すっきり爽快。間一髪でした。うふふ。ああー、よかったじゃん。別にあそこですぐもう大丈夫って言ってよかったんや。いやー、騙された。こういうパターンもあるんか。ほんまに大丈夫かって言ってくるから絶対なんかあると思った。無事切り抜けたみたいだな。くそ、見つけめあー、そうなん。一晩かけて考えたのに、ちくしょう。めっちゃ情熱を持ってこのいたずらに取り組んでるんやな。
あーさ、おい、あれか、紙か、ほらこれ捨てとけよ。女子トイレのマークの紙、男子な、どっちもか。くっそが、あ、怒らせちゃダメそうな人に見つかりましたよ。あ、やべ、デビル。デビル藤田だ。あなたたち、あなたたち、ちょっと生徒指導室に来なさい。いや、でも言い訳は許しません。ミスケン目覚えてろよ。これはミスケン関係ないやん。あなたたちの日頃の行いでしょう。お待たせしました先生、職員室に戻りましょうか。いや、これでちゃんとさっきの先生に叱られていたずらをやむといいねんけどな。先生、もう授業はないのですか？ええ、部活もないですし、これで帰宅するつもりです。あ、おしまい？一日守りきった？ふう、なんとか一日乗り切ったか。あとは天沢が集めてくるという証拠を待つだけだ。でも天沢ちゃんも今日一日授業受けてたはずやからな。どのタイミングで、ただね、休み時間だけで調べてるなら大して進んでなさそうやけど。それで不良たちに恵比寿先生の過去を信じてもらえれば。いや、先生服脱ぐだけでいいって。さて、帰宅する前にお楽しみに向かうとしましょうか。ん？ん？お楽しみ？ふ、私の日課でしてね。私が大切に育てている花壇。まさか、まさかあいつら花壇のお花たちに水をあげているんです。へえ、恵比寿先生が花を。心の清涼剤、清涼剤です。綺麗で可愛いお花たちを見ると一日溜まったストレスがすっと消えていくんです。消えきれてないストレスもあると察しますけどね。なるほど、それは素晴らしいですね。ぜひご一緒させてください。ちょっと待って、これで花やられてたらうちめっちゃ怒るねんけど。え、いや、でもこの流れ大丈夫か？あ、あ、かわいいじゃないですか、チューリップ。私がこの高校に赴任してきた頃から大切に育てているお花たちなんです。ま、チューリップだけじゃなくて周りの花全部なんかな？一つ一つのお花に名前をつけているんですよ。かわいいことするな。太郎に花子に、茂にゴッホ。ゴッホはチューリップでして、オランダだからゴッホ。うふふ、面白いでしょ。あのチューリップ全体がゴッホちゃんたちなの？恵比寿先生、今日で一番の笑顔だ。本来は本当に優しい人なのかもな。ははは、綺麗。おい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 、池山、綺麗に咲いてくださいね。あー、これほんまにクソ、人の心ないんか。元気になーれ。この声、さっきの不良生徒たちの何をやっているんだ。いやいやいや、ジョボボボって聞こえてたよ。嫌な予感しかしない。あの、これでジョウロで水あげてますじゃないやろ。先生、ちょっとここで待っていてもらえますか。え、どうしてですか。いいというまでここを決して動かないでください。決してですよ。あ、ちょっと八神さん、あ、動いたあかん。なんならちょっと反対側向いといて、さっき通りこっち見んといて。まあぐっちゃぐちゃにされてるよりかはマシやけどさ、花壇が。いや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 、あれはな、た、立ちしょう。ははは、こりゃいい肥やしになりそうだ。もうこれはさ、先生への嫌がらせうんぬんじゃなくて、学校の器物汚損でさ、ちゃんと叱られた方がいいよ。これは。ほんま、学園長、ヤマミさん、これ写真撮って、写真。新鮮すぎんだろ、ギャハハハハ。おい。おい、お前ら、恵比寿先生の大事な花壇になんてことを。あ？あ？汚ねえ真似しやがって。恵比寿先生がどれだけ大事に育てたか分かってんのか。
てめえミス研の顧問だろ、うぜえんだよ、邪魔ばっかしやがって。水持ってきて掃除しろ、恵比寿先生に見られる前に。あ、んだとやんのか。でもな、ここ一応校内やからな、派手なことできひん。しかも中庭やし、めっちゃ見られる。俺らは親切でやってんだ、肥料だよ肥料、それを掃除しろだと。ひでえこと言いやがって。俺たちの誠意を何だと思ってんだよ。ほんまにタチションが肥料になると思ってるなら勉強し直して。あ、いや、あの、というかもう、ちょっと、もうちょっと前、高校ちょっと早かったかな高校来るのちょっと早かったかもしれないですね、あなたたち。掃除された方がいいのはお前らの方だろ、邪魔者さんがよ。なあ、なあお前ら、なんでそんなに恵比寿先生にいたずらをするんだ。いつもニコニコしていていい先生じゃないか。何か恨みでもあるのかよ。そのニコニコがムカつくんだよ。内面腹渡に煮えくり返ってるくせに猫かぶりやがって、偽善者がよ。はあ、怒りを収めるのも結構しんどい、ってか技術のいることやねんで。ニコニコしてりゃ生徒従えられると思って見下してやがるんだ、あの先行。見下されてるって感じるんや。あー、でも叱ったら叱ったで鬱陶しいやろ。例えばさっきのさ、女の先生、神経質な先生って書かれちゃってたけど、あの先生のことは好きなわけ？しっかり叱ってくれたやろうけど、何しても結局イラつくんちゃう。ガキだと思って舐めやがって、あの仮面引っ剥がしてやるぜ。なるほど、引っ剥がしてやるぜ。なるほど、要するにお前らは大好きな恵比寿先生に本音で向き合ってほしいってわけか。あ、確かにな、そういうことにもなるな。ガキが好きな女の子いじめるのと同じ理屈だ、かまって本音を引き出そうとしてる。ムカついた。ぶっ殺すぞ部外者。俺は恵比寿先生ほど優しくない、お前らには厳しい指導が必要だと思ってたよ。はっ、舐めてんじゃねえぞミスケンが、死ねや。ここからでも来な。うわ、ナイフ持ってる。ウェイ、千円いただき、ヘイ。冗談だよ。あ、あの子だけちゃんとやっちゃったあの子だけ物理的な暴力払っちゃったけど、まあ、みんな見てないよねほんまにさ、校内でナイフにスタンガンにダメでしょ。くそ、なんだこいつ、武器が通じねえ。さあ、汚した花壇きれいにしろ、すぐにだ。う、恵比寿先生に見られたら大変だ、早いとこ元通りに。あ、来ちゃった、なんで来ちゃったん、来たあかんって言ったのに。え、先生、この匂いはまさか、どうして。あ、気づかれちゃった。はあ、こいつら本番、怖いもの知らずにも程がある。ははは、恵比寿先生、俺らが肥やしをやったんですわ。明日にはでっかく育ってるかもな。お前ら大丈夫？先生、かわいそう。あの、踏み荒らされたわけじゃないだけよかったけど、でもやっぱ枯れちゃったりするんかな。え、どうなんやろう。この子らが言うように、ま、あの、感覚的にはめっちゃ汚いけど肥料になったりする。いやー、でもなー、小便を私の可愛いお花さんたちに。ゲ、太郎、花子、シゲル、ゴッホーあー、もうダメだ。てめえら、よくも俺の可愛いお花たちを、クソガキどもがあ、出ちゃった、もうさすがに無理か。ちょ、え、言ったやん、サイさん、アマチュアちゃんが言ってたやろ。許さねえ、てめえらだけは絶対に許さねえ。
ドタム勝ち割ってやらせ、先生、先生ダメですこらえてください。邪魔な、どけ。いくら矢上さんでも止められない。え、キューティー、あ、矢上さんがバカあ、これはでも生徒の身が本当に危険かもしれない。があの矢上さんが、あ、死ねや、クソガキども。な、なんなんだよ。な、な、なんかヤバそうだぜ。逃げようぜ。ほんまに逃げた方がいいよ。矢上さんがこれやもん。あの子たちひとたまりもないで、ぐ、マジでヤバい。怒りで我を失ってる。ヤバい、先生が先生の職も失っちゃうよ。それにあのパワー食らったらただじゃ済まねえ。ああ、え、あ、どうする。ちゃんと逃げ、あ、あ、でも間に合った。先生、また暴力事件を起こしたら教師を続けられませんよ。どけやボケが、先生のことを思ってるんです。どうしよう。ケンユ君の時はどうやって収めたっけ。いや、もう羽交い締めにして収めたんやもんな。く、説得が通じる状態じゃない。あ、恵比寿先生とやんの。大丈夫か。でもあんまり傷つけたくはないな。うわあ、うわ、え、なんかプロレススタイルや。ちょっと待って、ちょっと待って、こっちも、どうしようかな。あ、とりあえず先生ごめんね。でも先生とやるには、あの、え、すごい、え、そう、おお、え、ちょっとリーガルアタックするんかい。あ、でもなんかうまくいかへんかったけど、こっちも避けきれてなかった気がするけど。おい、あ、ちょっと待って待って、は、危ない、え、怖ー。よし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 、発見を入れておいて、うわー、うわー、その程度か。ヒールの転ぎ戻ったはる。いやー、でもエベス先生ほんま強いわ。掴めるかな。よし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 、これで。いや、でもすぐ立ち上がらはる。 RK 並みに強いぞ。いや、ごめんね、でも先生、本当。でもこれで本当にエビス先生が強いっていうことがみんなに知らしめられて、まあ、いい機会ですね。どうしたの、そんなもんか。うん、やばい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 、挑発したらいい、調子乗った。はい、おら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 猫パンチくらえ。ヘイ、はぁ、先生のリーガルアタック食らっちゃって体力赤くなってたからこそ出た技でしたね。先生の顔面ボコボコにしちゃった。でもさすが、全然鼻折れたりもしてない、タフや。マジかよ、なんちゅう強さだ。手加減できなかった。すげえ。矢上さんのこともすごいって思ってね。でもエビスのやつこんなに強かったのかよ。うん、ほんまに強かったよ。なあ、俺たちそんなすげえ人の鼻に、あ、でもちょっと尊敬の念が入ってきたか。先生大丈夫です。エビス先生大丈夫ですか。はっ、よかった、相手が矢上さんで。普通の教職員の方々やったらね、前の事件の二の舞になってたやろうな。先生含む数十人がやられるっていう。いや、矢上さん、私は何よ、記憶にないんか。怒りに我を忘れてしまったようですね。幸い生徒たちには手を出す前に止めましたが。矢上さんが止めてくれたんですか。正直危ないところでしたね。体力赤まではやられましたからね。あ、おむそうちゃん、矢上さん、矢上さん、お待たせしてすみません。証拠が揃いました。いや、もういらないかもしれん。あんたらわかった。一体何が。甘さは一足遅かったな。こういうことがあってね。なるほど、そんなことが。すまん、努力はしたんだが連中のいたずらを防ぎきれなかった。もうあいつらがめちゃくちゃやるからさ。綺麗にしてもらった花壇。いえ。
いえ、八神さんがいたおかげで生徒への暴力事件は防げたんですし、それに結果として今回のこと無駄ではなかったようですよ。ほら。え？え？うわぁ、ちょっと行き過ぎな気もするけど、こんな土下座なんて。まあでもいいか、こいつら結構はちゃめちゃにやってたもんな。うん、いいか、すいませんでした。え、恵比寿先生の大事な花を。でも強いものにひれ伏すっていう精神もあんま良くないぞ。あらゆる人にねえ優しくあってほしいけど。顔を上げなさい。そんなことより君たちが無事で何よりです。私の拳が君たちに襲いかからなくてよかったっていう。本当によかった。何も怪我がなくて。反省しや。え、怖がらせてしまってすまなかったですね。花なんかより君たちの方がずっと大事なのに。え、恵比寿先生すごいこと言うな。花なんかより君たちの方が大事か。まあ冷静に、普通冷静に考えたらそうかもしれへんけど、でもね、やっぱりなかなか言えへんで。ふっ、すっかり連中の心をつかんだようだな。おかげで恵比寿先生が隠したい過去も明らかにせずに済みそうです。でもあの頃には散々天沢ちゃんが恵比寿先生元プロレスラーなんだよっていうことは言ってたんやろ。こんだけ強い面を見たら、あいつが言ってたことほんまかもし、ほんまなんやろうなって。結果的にバレた感じにはなるんじゃん。そいつは何よりだ。そういえば、ところで八神さん、神様のエビスといえばどんなイメージがありますか。え、タイ持ってるイメージ。ニコニコしてて。エビス？なんだ、唐突だな。七福神の一人だよな。常にニコニコしてる商売繁盛の福の神だ。うちでの小槌とかね、うん、持ってて、大きい袋も持ってて、うん、ニコニコしたはる。ええ、商業の神様であり漁業の神様でもあります。あ、そうなんや、タイ持ってんのはそういうこと。ですが福の神としてのイメージは中世以降に形成されたものだそうです。あ、そうなんや。実は時代を遡ると恵比寿は荒ぶる恐ろしい神として信仰されていたとのことで、かつて古代神としての恵比寿は神仏集合の思想のもと、毘沙門天や不動明王と同一視されていたそうです。同一視？同じ人物ってこと？へえ、そうなのか。その恐ろしい神様がいつからかニコニコとした福の神として庶民に親しまれるようになった。おお、まるで恵比寿先生のようではありませんか。そのまんまやん。ああ、はは、確かにな。この調子で生徒たちから親しまれる先生になれるといいがな。恵比寿の神様みたいに。はい、なれますとも、きっと。恵比寿先生マジパないっすね。本当はすっげえ強かったんすね。散々聞いてたろ。恵比寿先生をからかうやつがいたら俺らが締めてやりますから。その締めるっていう感覚とかもさ、もうやめた方がいいよ。あー、おもろかった。いや、いい話でしたね。いい話っていうか面白くもいい話だった。あ、画面の周りがちょっと赤くなってる。うん、どっか街に出てご飯食べるか。ご飯食べてるうちになんか連絡来たりするかな。あ、行ってるそばから高校出たら電話かかってきたぞ。白崎です。あ、沙織さん。八神さん、今大丈夫ですか。ああ、どうかした。どうしたん。江原さんとの接見を思い返していたんですが、ちょっと引っかかる言葉があったんです。え、それで八神さんのご意見を伺いたくて。なんかあったっけ。引っかかる言葉って。桑名は江原さん以外のいじめ被害者にも復讐を進めてきた。あ、もしかして。そして江原さんは続けてこう言っていました。復讐を拒んだ人もいたけど、警察に告げた人は誰もいないと。うん、それで。桑名が最初に殺したいじめ加害者は自分の教え子だった河合信也ですよね。そうよな、それ思ったわ。そのいじめを苦に
楠本満君が飛び降りて今も昏睡状態にあります。だったら桑名はその親にも復讐を持ちかけたんじゃないでしょうか。そうやんな、うんうんうん、楠本満の親。そうやそうや、それそれで言うと確か楠本玲子だっけ。編集してる時に思ってんな。そうそうそう、絶対桑名さん接触してるよな、やりませんかって。楠本満の母親で楠本玲子、当時は無名の一官僚だったのが今や事務次官だ。彼女は復讐しませんかって持ちかけられたけど断った側の親なんか。いや、まあやってる可能性もありますけどね。ええ、彼女は厚生労働省の事務次官です。それがもし過去に河合への復讐を持ちかけられ加担していたとしたら、今になってそのことを人に知られたくないでしょう。だから決して回ってる。桑名の口を塞ぐために RK を動かしたとは考えられませんか。あり得る。 RK にはおそらく誰か黒幕がいるということでしたよね。じゃあそれが楠本玲子。まだ可能性ですけどね。事務次官ともなれば半グレを動かせるのでは。え、どうかな。一応筋は通るように思います。あ、一応ね。ああ、彼女のことは前につくもも調べてくれてた。ああ、すぐに話してみるよ。やったな、沙織さん。RK の黒幕が見つかったかも。まあ、まだ決めつけるには。山田さんにそう言ってもらえて、自信が出てきました。早いけど。ああ、それじゃあ何か分かったら連絡する。うん、仮説としては一応破綻はしてないですよね。まあ、事務次官なら半グレ動かせるやろっていうところがちょっと怪しいけど。まあ、やろうと思ったらできるんかな。前例はありますからね。前の事務次官がやってましたから。つくものところに戻ろう。楠本玲子のことは詳しく調べる価値がありそうだ。うん。いいタイミングでしたね。なんかうちも、なんかあれかな、恵比寿先生との戦闘の流れで声出しすぎたんか、ちょっと。なんか声おかしくない？気のせい。なんか出すの違和感あるんですよ。なので一旦ここで区切らせてもらって、結局サイドケースやってちょっと今回終わっちゃいましたね。申し訳ない。メインやろうと思ってたんですけど、次またメインに戻ろうと思います。まあ99か近くまでちょっと戻ろうかな。ご飯も食べよう。瀕死の状態で聞かれることまでしちゃった。まあまあまだ大丈夫か。あ、いや、え、でもなんかどっかから絡まれてる。逃げろ逃げろ。あ、いらっしゃいませ。ついバーに駆け込んじゃった。じゃあ、焼き鳥美味しそう。あ、ピリ辛キュウリのたたきいいですね。あ、冷やしトマトもいいですね。ごちそうさま。ごちそうさま。ありがとうございました。はい、また来ます。はぁ、腹ごしらえもしたし、まあ、99課までは戻ろう。楠本玲子が、今自分の地位が上がった今だからこそ、過去の汚点を消し去っておきたいって思ってての、RK。いや、でもなぁ、さすがに人殺しまでするかなぁって感じ、するけど、そこを乗り越えてやっちゃう悪人、やったりするかなっていうところで、そういう話を99課ですることになるかな、次回。うん、ということでちょっといいところですが、今回はここまでにしようと思います。また次回もメインストーリーやっていこうと思いますので、お付き合いいただければ幸いです。ということで、ここまで見てくださってどうもありがとうございました。また次のパートもよろしくお願いします。ではでは、またね。バイバーイ。